完全復活っていうわけではないんだけどね。はい、ということでどうも皆さんこんにちは、アザです。ということで皆様お日ぶりかな、ということで、久々の動画投稿とはなりますけども、ちょっとね、まあ、前日新型コロナウイルスに感染してしまって、めちゃくちゃねしんどくて、ずっと家でね引きこもってました。はい、もうね本当に死ぬんじゃねえかなっていうぐらいしんどくて、マジでやばかったですよ。もう最初はね、もうそんなに言うほどしんどいっていうか、まあ、症状があるだけでめちゃくちゃしんどいっていうわけではなかったんですよね。ただ途中からねめっちゃしんどくなって、体温もね確か39度ぐらい上がりまして、もうめちゃくちゃやばかったです。はい、4日ほどねずっとしんどかったんですけども、あのね症状的には、まあ、前回とは言ったやつ、前回にもね症状は一応お伝えはしてるんですけども、いろいろね症状がコロコロ変わるんですよね。コロナって症状がねめっちゃ変わってくんですよ。1日によってね症状が変わってくんですよ。まあ、どういうことかっていうと、1日に目は咳だったりとか、まあ、鼻水だったりとか、まあ、普通の風邪の症状だったりするんだけども、2日目になると体のだるさだったりとか、体の痛みだったりとか、まあ、そういう症状があって、3日目だと喉の痛みがあったりとか、まあ、いろいろね症状が変わってきて、僕がこの中では一番辛かったのは味覚がなくなったことと喉の痛み、この2つ、もうこれがねマジできつかった。味覚がなくなるからね、鼻も匂いもおかしいし、もうとにかく食べ物の味がねないんですよね。もうそれがねマジで辛かった、本当にね。だから辛いものとかまずいもの食ったとしても全く何も味しないからね、結局は食えるんですよ。まあ、それはいいのか悪いのかよくわかりませんけども、僕基本的に辛いの苦手なんですけど、辛いのがね食えるようになったりとか、まあ辛いのも全く感じないんですよ。でね、それが本当に味覚と喉が一番きつかったんだよね。3日目ほどからね喉が痛くなってきて、もう喉がねもう飲み込むためにもう強烈な痛みが来て、もうとにかく本当に疲れです。はい、で序盤にもお伝えしてたと思うんですけども、今ねまだ完全復活ではないんですよ。まあ、Twitter の方とかでは、ね、完全復活すると思いますとか言ってるんですけども、実は言うとね、これ多分カット編集であんまり映ってないと思いますけど、めちゃくちゃ僕今ね咳が止まらないんですよ。完全復活っていうわけではないんですけども、一応コロナっていうのはもうほぼ回復したっていう状況ではあります。このね咳なんですけども、1ヶ月ほどね治らないって聞きました。はい、コロナ自体は1週間で治るんですけども、この咳自体は1ヶ月治らないっていうことを聞いたんで、もう本当にやばいっすよマジで。今もねもしかしたら僕の声おかしいかもしれないんですけども、コロナ自体はもうだいぶ治った状況なので、そこの方はご安心ください。ということで咳がね、まだ止まってはない状況ではあるんですけども、まあこれからね、まあ、動画投稿と、まあ、コミュニティの方のねアンケートとかまた復活してねやっていこうかなと思います。ということで、まあ1ヶ月ね咳止まらないでなかなかしんどいと思いますけども、まあちょっとねこれからまあ無理せずに頑張っていこうかなと思います。ということで、大変長らくお待たせいたしました。これから YouTube 活動また活動開始していきたいなと思います。ということで今回はこんなところで終わりたいと思います。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。ではご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。